マストゲームズとサトチンです。イエーイ。はい、ということでですね、今日もね、進撃の巨人のね、世界を作ろうというね、巨大建築プロジェクトを始めていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あれ、今日はなんか少ないぞそうですね、もう和田さんと2人しかいないですね、はい、そうです。今日はね、ちょっとね、あるものを作ろうと思って、サトチンさんとね、2人でこう集中して作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではね、作っていきましょう。で、今日作るのなんですけど、実はね、こちらです。じゃじゃーんありがとうございますじゃじゃーんってサトチンさん。はい、で、今日作るのはこのね、川のこのね、通路っていうのかな、この橋みたいな、こちらの部分をちょっとね、2箇所できたらね、作っていきたいと思います。はい、うん、なんかまだね、この船がね、どれを残すかとかね、まだ実は答えが出てないんですけど、まあ、その前にこの通路だけでも作っとこうかなと。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。ではまず1箇所目ちょっと作っていきましょうか。さっきね、サトチンさんとちょっとここら辺に作ろうぜとかいろいろ話したんですけど、はいはい、ここら辺ですかね。まず1箇所目はここら辺ですかね、そこら辺ですかね、サトチンさん。そうですね、ここら辺に1個作りたいですね、はい、難しいですよね。多分進撃の巨人の世界だと割と大きめな建造物ではあろうと思うんですけど、この世界にそのサイズで作ったらなかなかのこう強者になりますね。そうですね、ですね、はい、いやでも作れるはず。じゃあやっていきましょうか。やっていきましょう。はい、どれでいこうかな。丸石ではなくて石レンガだとちょっと綺麗になっちゃいそうじゃないですか。そうなんですよね、割と綺麗、まあ石レンガを使いつつ固形の石レンガを使いつつみたいな。そうですね、ちょっとショートカットに入れときますか、うん、ショートカットって言うんですかね。ショートカット、あのこの下の欄ですか。はい、あ、ショートカットなんて言うんですかねまあここにじゃあ入れてこみましょうか。石レンガと固形の石レンガ、あとひびの入った石レンガ、はい、などなど入れといて、あと普通のレンガも屋根もこれ何色にします。これ屋根はやっぱり綺麗なレンガの階段とか使いたいですよね。あ、いいですね。でガラスもちょっとあるから、ちょっとガラスっぽい、ガラスかな、いい、あの窓みたいなのあるんで、それもちょっと作りたいですね。そうですね、ここはガラスでいいと思うんですよね、鉄格子とかではなくて。あ、確かに。よし、じゃあ準備万端です。はい、早速ショートカット、通称ショートカットに通称サトチンさんはね、ショートカットって呼びます。皆さんもし答えを知っている方がいましたら教えてください。教えてください。ショートカットに入れます、はい、ではちょっとやっていきましょう。まあそんな大きくないですよね、これね。そうですね、人が通りたいですよね、うん、通りたい。はしごでこう登ってもいいですけど、通りたいですね。通りたいですね。お、じゃあサトチンさん、ちょっとなんとなくこう作っていきましょうか。はい、ここ削っちゃっていいですよね、この階段ね。 OK です。 あ、どうぞどうぞ、サトチンさんもこう今ショートカットの整理をショートカットの整理にちょっと手間取る。よ よし、こんな感じなのかな。こっちに一つ来ちゃいましょうか。このぐらいのサイズだったらいかがですかね。いい感じだと思いますね。悪くなさそうですよね、はい、大きさ的にも、うん、おお。で、高さですよね。高さですね。どのぐらいにしようかな。このぐらい、もうちょいかな。あ、うーん、もう一マス行きましょう。もう一マス、二マスぐらい行きたいですね。はい、行きたいですね、うん、もう二マス行こう。よし、あ、間違えた。はい、ドン。サトチンさんはね、このね、はい、建築センスにね、満ち溢れてる人ですからね。って言われてる感じですね。うん、言われてる感じ。だからね、今日ね、2人でもうまく作れると思うんですよ。そうです。綺麗なものを作りましょう。そう、綺麗なものをね、サトチンさんは簡単に作ってしまう。いやいやいや。でも、親があれなんですよ。そういう建築関係の。え、そうなんすか、はい、知らなかった。まあ、大工とかではないんですけれども。あ、建築家的な。はい。建築何級か持ってると思うんですよ。2級ではないですけど、1級そんな
大それたもんではないんですけど、なんか持ってるらしいですね。へえ、そうなんすか。だからこう建築センス満ち溢れるこのマインクラフターなんですね。そうなっちゃいます。恥ずかしそう。恥ずかしいですね。あ、でも結構いいサイズでありますね、これね。あとははしご系で行きますか。階段とかで行きたいですけど大きくなっちゃいますもんね。うん、大きくなっちゃうんで、こうなんかあの階段使えるところまで使ってはしごみたいな。あ、なるほど。うん、でいいんじゃないですかね。はい。屋根もあるからここら辺からもうあれですかね、ここ壊してこの辺りでこう、あ、そこは道ぐらい通路にしちゃってもいいんじゃないですかね。そうしていきましょう。でもこれあれだ、ちょっとここ家っぽくなってるんだな。こうちょっと膨らみがあるっていうか、まあ、膨らみありますね。うん、おー、こういう感じでいいのかな。ですね、はい、あ、それでもいいですけど、はい、建築センス満ち溢れる里陳さんお願いします。こういう得意のこの逆バージョン、あ、逆バージョン、得意の逆、逆、これはちなみに丸石でいきます。いや、レンガでいきましょうか、また石レンガの方でいきましょう。石レンガで、あ、いいですね、やっぱりね、建築センスに満ち溢れてる。いや、やめてください、もっとすごい人はいっぱいいますから。いやいやいや、すごい、これ確かにこうやればなんか、いいですね、こういい感じだ。ネズミ返しじゃないですけど、必殺あの高床屋敷倉庫みたいな。そうですね、そんな感じですね。すいません、今の別に乗らなくても大丈夫ですよ。あの無理に乗らなくても。でも、うん、まあ僕もマインクラフト初心者ですけど、これを使うとちょっとできてる感があるんですよ。確かになんか俺やってるみたいな、ちゃんと使ってるよみたいなね。はい、いや、いいですねこれ。ちょっと今ミスってたんでちょっと直してますけどね、こっち。あ、なんかいつもと違ってこう平和にできてる気がする。いつも荒ぶってますからね。荒ぶってますよね、あれね。はいはいはいとか言ってね。すぐ同じネタとか話しますからね。そうそうそう、すぐ同じネタがまたどん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 来ますからね。あ、これ半ブロックにしちゃえばあの床が薄くなりますかね。あ、なるほど、なるほどって感じで、こうこういう感じ。違う、上につければいいのか。上に行けます。こうすればちょっとこのなんか船が通りやすそうじゃないですか。確かにそうですね。この半ブロックをちょっと横に広げていったりですよね。うん、ということでですね、この川の通路できました。いやー、頑張りましたね。頑張りましたね、佐藤純さん2人で。はい、ではね、どんな風にできたのか見ていきたいと思います。それがこちら、じゃじゃん、かなり綺麗にできましたよね、これね。できました。僕たちはすごく満足しています。すごく、そうそうそう、満足しています。あの、すごくね、確かに満足しております。こっちから見る、こういう風に見るとこのね、本部が若干ね、あの描写の関係でね、かすれちゃってますけど、かなり綺麗にできましたよね、これね。できました。ほら、あの、いいサイズ感ですよ、これ。うん、前回の家よりなんか満足してます。あれ、前回の家そんな満足してなかったですか？あ、やっぱり難しい点がこう、難しいっていう、白さが難しいですよね。あー、確かにね。はい、じゃあちょっと中身も見ていこうと思うんで、里陳さん案内をお願いします。はい、それでは中に入っていきます。はい、里陳さんの背中についてけ。ゴー、はしごを登ります。はしごを登りました。お、登った先はこんな感じになってます。あ、ちゃんとこの中も通路を通れるようにしてありますからね。そうですね、やっぱり通れないとせっかく作っても面白くないっていう。おー、イエーイ、あ、で、ここが中間地点ですね。外を眺めると結構綺麗ですね。へえー、お、お、え、なんかいいっすね、これね。いい眺め、あの、船見えるし、ちゃんと家も見えるし、こう、街がこうちゃんと見える的な。逆側からサムネイルにできそうな、うん、サムネイルにできそう。確かにリアルな感じですね。
おお、いい、なんかリアリティが、あ、ここの屋根とかこう一つ削っちゃえばこういいですね。こう今ちょっと削っちゃいましたけど、こうすればスペースができるってこと。スペースができましたね、またね。あ、やべ、すいません、すいません、壊しちゃいました。佐藤仁さんお願いします。後で修正しましょう。後で修正しましょう。じゃあこっち側にまた戻りましょうか。あ、でもちょっと待ってください。今は過ぎ去りましたけど、ここにチェストと作業台もちゃんとね、なんだかんだこうちゃんと置いてくれてる。やっぱり重要ですね。必要だと思うので、入れ物と作業台。じゃあちょっとさらにこう進みましょうか。はい、で進むと、あ、こっちにはね、なく、こっちは広々空間ですね。そうですね、こっち側にはまあなくてもいいかなと。うん、確かに。で、こっから落ちまして、はい、対岸に来れました。いや、なんかいい、満足。そしてちゃんとね、実はね、僕らね2つ作りましたから。はい、うん、やっぱ今ちゃんとサバイバル感が出てます。サバイバル感出てますしね。今ね、画面に夢中でね、ずっとね、多分僕の画面はね、髪の毛しか見えてなかったですね。おっと、じゃあちょっと僕が今度は先頭で進んでいきましょう。あ、はい、何、ここにはないですね。はしごさんが、はしごさんを作るの忘れてました。佐藤仁さんお願いします。つけます。はい、お願いします。今ね、こう僕の画面ではね、こういうのが見えないような状態にしてありますので。 OK です。はい、進みます。おお、こっちもね、まあ同じく、お、すごい、雲の巣なんてね。そうです、ちょっとそこワンポイント、ワンポイントありますね、これね。あ、落ちた、佐藤仁さん落ちた。これいいなこれ。あ、中間地点、あれ、なんとなく あ、こっちの方が狭い。掘ればいけるんですかね。こうじゃないですかね。こうですよね、中間地点ね。おお。というね、まあね、こういうまだね、できてないところもね、ご愛嬌で、佐藤仁さんの豪華客船をここから望めますね。そうですね、うん、この橋の間を通れるかとかね、そういうことは言わないようにしましょう。通れるんです。マスオさんの船はもうガンガン通れますから。ぴったりサイズでしたね、ここから見るとね。この窓から見えるんですけど、あ、通りそうだなって若干思いますもん。ちょうどいいです、うん、ちょうどいい本だ。すいません、くしゃみが。あ、やっぱり作業台とこうね、チェストがあるっていう。いやー、でもいいですね。いいですね、2人でいい感じのものができました。いい感じのものできましたね。こうちょっと上に上がってますけど、あの進撃の巨人の世界がだんだんとこう、あの再現されてってるような気がします。気がします。うん、本文をちょっと見てみたい。あ、ちょっと待ってください。あ、くしゃみが渡れそうだ。本文をこう読み込んで、これ完全にもうね、進撃の巨人の世界、これで家をたくさん作ったり道を作ったりすれば、だいぶ進撃の巨人の世界にね、近づくんではないでしょうか。まだまだやり込みがありますね。そうですね、今度やるときはね、またみんなでこうワイワイね、あの、ね、一気に作りましょう。ましょう。はい、ということで今日はですね、佐藤仁さんと一緒にこちらのね、後ろの橋を作ってきました。橋というか通路を作ってきました。わー、あの、いいものができたんで本当に大満足でございます。はい、はい、ということで佐藤仁さんありがとう。いや、楽しかったです。はい、皆さんも今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。進撃の巨人巨大建築プロジェクト、またさらに進めていきたいと思います。はい、ということで以上、マスオゲームズとサトチンでした。バイバーイ。バイバーイ。